おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はグロリオサの球根が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。グロリオサの和名はキツネユリとも呼ばれています。ユリ科グロリオサ属非耐寒性球根になります。原産地はアフリカおよび熱帯アジアに5種類ほど原種が知られているようです。若い人を中心にアレンジメントや切り花として人気があるお花になります。今回は実際にプランターに定植しながら6つのコツについてお話ししたいと思います。1つ目のコツ、植え付け時期です。熱帯原産の高温を好む植物なので、4月下旬から5月頃が植え付け適期になります。2つ目のコツ、植え付け方です。植え付け場所は日当たりと水はけの良い場所が適しているようです。根が深く地中に張るので、なるべく大きな容器で定植するようにしてください。球根は細長い棒状で少し太くて丸みを帯びています。地植えの場合は球根を横にして5センチから6センチの深さに定植するようにしてください。間隔は1メートルぐらい空けるようです。鉢植えの場合は30センチ鉢を使い、芽のある方を上にして球根を縦にして1球植えるようにしてください。深さは4センチから5センチに植えるようにしてください。植え付け後は粘りを良くするため土を乾かさないようにご注意ください。3つ目のコツ、発芽後の管理です。グロリオサは高温と水分、多肥を好む植物です。定植後1ヶ月すると発芽します。つるが伸びたらフェンスや支柱へ誘引するようにしてください。6節目までひげ根はありません。13節目で3本に枝分かれしてつぼみが出るようになります。鉢植えの場合はあんどん仕立てで外側を螺旋状に回して低い位置で育てるとバランスよく育つようです。4つ目のコツ、肥料です。有機質に富んだ肥沃な土地を好みます。肥料が多いと細根がよく出て大きく成長するようです。追肥は芽が10センチぐらいに伸びたら月に3回ぐらい液肥を与え、緩効性肥料は2ヶ月に1回与えるようにしてください。5つ目のコツ、花後の管理です。花が咲きましたら花柄を摘んで結実しないようにしてください。球根を太らせるために花柄を早めに取った方がよろしいようです。6つ目のコツ、冬越しの仕方です。秋になり灰色が変わってきたら水分を少しずつ控えるようにしてください。夜の気温が5度から6度になると葉が枯れ休眠期に入ります。球根を掘り上げ乾燥させて新聞紙でくるんで10度以上のところで保管するようにしてください。それでは定植していきます。今回用意するものについてお話しいたします。まずなるべく大きな鉢を用意しました。幅が30センチ、深さが40センチ、中にスリットが入っていて水はけも保てると思います。そして培養土です。普段使っている元肥入りの培養土を使っていきます。それでは定植していきたいと思います。それでは球根を取り出していきたいと思います。今回はグロリオサ混合になります。3球入っています。おそらく赤、黄色、ピンクだと思います。よいしょ、これで3球入ってるんでしょうか。あ、棒状ですね。このような感じの球根になります。こういう棒状です。こちらが芽で発根、根がもう若干出てますね。ちょうどいい植え時だと思います。こちらはどちらが上なんだろうか。おそらくこれが芽ですね。こちらもわからない。これはどちらが上なのかというと、これがおそらく芽ですね。これが芽になります。はい、本来ですと V の字に球根ができるようです。このような形で球根が前年はできているようです。それをおそらく2つに分けてこのような形にしてやると思います。それではこれを斜めに植えていきたいと思います。本来ですとちょっと縦に植えるんですけども、もし上下が間違った場合芽の発芽に失敗してしまいますので、若干斜めにしてどちらから芽が出てもいいように
保険をかけていきたいと思います。上ですか、深さは4センチから5センチとなってます。このような感じですね。おそらくこれは完全に目ですので安心だと思います。おそらくこれも目だと思うのでこのように見えてきます。やっぱり丸い方、こちらも目ですね、若干出てますのでこのように見えてきます。はい、これで仮置きです。それではこれに培養土をかけていきます。はい、こちらで5センチショートです。そして名前が分かるように札をかけていきます。後ほど芽が出ましたら朝顔用のあんどんの支柱を立てていきたいと思います。はい、完遂します。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。以上でグロリオサの鉢への定植が完成いたしました。今回も6つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、植え付け時期です。熱帯原産の高温を好む植物ですので4月下旬から5月頃が植え付け適期になります。2つ目のコツ、植え付け方です。植え付ける場所は日当たりと水はけの良い場所が適しています。根が深く地中に張るのでなるべく大きな鉢で定植するようにしてください。球根は細長い棒状で少し太くて丸みを帯びています。地植えの場合は球根を横にして5センチから6センチの深さに植えるようにしてください。間隔は1メートル空けるようにしてください。鉢植えの場合は30センチ鉢を使い、芽のある方を上にして球根を縦にして1球植えるようにしてください。深さは4センチから5センチに植えるようにしてください。植え付け後は根をよく張るため土を乾かさないようにしてください。3つ目のコツ、発芽後の管理です。グロリオサは高温と水分と多肥を好む植物です。定植後1ヶ月すると発芽します。つるが伸びたらフェンスや支柱へ誘引するようにしてください。今回は朝顔用のあんどん仕立てにしていきたいと思います。6節目まではひげ根がありません。13節目で3本に枝分かれしてつぼみが出るようになります。4つ目のコツ、肥料です。有機質に富んだ肥沃の土地を好みます。肥料分が多いと細根がよく出て大きく成長します。追肥は芽が10センチぐらいに伸びたら月に3回ぐらい液肥を与えるようにしてください。緩効性肥料は2ヶ月に1回与えるようにしてください。5つ目のコツ、開花後の管理です。花柄を摘んで結実しないようにしてください。球根を太らせるためです。6つ目のコツ、冬越しの仕方です。秋になり灰色が変わってきたら水分を少しずつ控えるようにしてください。葉が枯れ休眠期に入ります。球根を掘り上げ乾燥させて新聞紙などでくるんで10度以上のところで保管するようにしてください。今回はお花のアレンジや切り花で有名なグロリオサの鉢への定植を行ってみました。大変人目を引く綺麗なお花になります。育てるのは今回が初めてになります。成長記録を追って開花の様子をお届けできたらと思っています。チャンネル登録そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。